ロシア文学とは、ロシアの作家によって書かれた、あるいは、ロシア語で書かれた文学、及びそれらの作品や作家を研究する学問のこと。一般的には、旧ソビエト連邦体制下の作家を含む。いわゆるロシア文学が生まれたのは、比較的、遅く17世紀になってからであり、首都、戯曲から始まったが、間もなく非常に豊かな小説の伝統が生まれた。 続く19世紀には、アレクサンドル・プルシキン、ヒョードル・ドストエフスキー、ニコライ・ゴーゴリ、レフトルストイ、イワン・ツルゲーネフといった偉大な小説家たちが現れ、世紀の終わりには、劇作家、アントン・チェーホフも登場した。20世紀に入ると、象徴主義と未来派の詩が、強力な理論活動とともに、新しい文学の飛躍をもたらしたが、すぐに、ソ連の迫害に直面することになった。 それでも20世紀には、セルゲセイセーニンや、ウラジー・ミル・マヤコフスキーなどのような詩人や、マクシム・ゴー・リキー、ボリス・パステルナーク、ミハイル・ショーロホフ、ミハイル・ブルガーコフなどの小説家が輩出した。バシリー・グロスマン、バルラーム・シャラーモフ、アレクサンドル・ソルジェニーツィンらのソ連の全体主義体制を告発する作家たちは、特に強く、スターリンによる抑圧を被った。ソ連の崩壊と、 共産主義体制の消滅により、1990年代には新しいロシア文学が徐々に生まれつつある。ノブゴロドホ本聖王諸国とは異なり、ロシアには11世紀以前にはいかなる文書も存在していない、ノブゴロドホ本が最も古い文学的文書であると思われる。タタールの首輝きのため、ロシアには騎士道が見られなかった。ロシアでは人文主義、 宗教改革、ルネサンスのいかなる痕跡も乱すことができない。17世紀以前のロシアには通俗的な物語を除くと宗教的でないいかなるテクストも存在せず、18世紀にモスクワ大学が設立されるまでは大学も存在しなかった。東西協会の分裂以降の西欧諸国における進学上及び思想上の対立はロシアにおいては ローマとドイツからの影響の拒絶という形で現れる。トルコによる1453年のコンスタンティノープルの陥落以降、モスクワはビュザンティオンの遺産を手にしており、ロシアはより好んでビュザンティオンをよりどころとした。モスクワは第三のローマを辞任し、相当の和紙をシンボルとした。ステパン・チェビリオフによれば、文学を意味するリーターティラという語は18世紀の借用語である。 スロービナストが古来からある語で言葉の芸術を意味する。書かれた芸術とそれから特に口実による芸術である。が筆記によるものが言葉によるものを指す。イーゴリエン物語アレクサンドルネフスキー古代ロシア文学は古東スラブ語で書かれた少数の作品から構成されている。イーゴリエン物語は囚われた。 ダニエルの祈りなどの作者不詳の作品がこれに含まれる。いわゆる、聖人伝は古代ロシア文学において一般的なジャンルであった。アレクサンドルネフスキーはその著名な例である。その他に注目すべき作品としては、ザドンシチナ、生理学者、キエフ外洋、三つの海の彼方への旅などがある。交渉による、女子誌である V リーナでは、 異教とキリスト教の諸伝統が混交しており、ビュザンティオン文学からの影響を感じさせる。中世ロシアにおける文学は、そのほとんどがキリスト教に根ざした人物の物語であり、南スラブの伝統が散りばめられつつも、古代教会スラブ語が用いられることが多い。工語を用いた初めての作品は、17世紀中頃に執筆されたアバクエムの自伝である。 ジョチウルスによる長きにわたるタタールの首引きの後、最初の全ロシアのザーイヴァン4世の知性下で、モスクワ大公国を中心として、ロシアの領域は統一された。イヴァンの死に際し、政党の後継者は存在しなかった。最終的に、権力はボリス・ゴドゥノフの手に落ちた。その短い知性は、動乱時代の幕開けとなり、 この時期にはクレムリでは大貴族らが次々と後を継いだ。この政治混乱は前代未聞の基金と強行を伴ったが文化的な観点から見ればこの混沌とした時代は豊かなものであった。ポーランドリトアニア共和国からの刺激のもとロシアは外部世界へと開かれた。1613年のツァーリ選挙によりミハイル・ロマノフが選出され、 長期支配となるロマノフ朝が創始され、1615には政治的不安定は収束した。17世紀末にはミハイルの息子、最も平和なアレクセイがその後を継いだ。数多くの改革と政教古儀式派の出現がその知性の特徴となっている。2番目の妻ナタリア・ナルイシキナはヨーロッパの状況に強い関心があり、夫アレクセイに大きな影響を及ぼした。 中でも特に西洋の演劇をロシアに導入し、常設劇団を設置した。ピョートル一世、ピョートル一世の知性化で、ロシアの文化は世俗化が進み、18世紀初頭には、徐々に、ロシア文学、絵画、音楽が形成されてくる。17世紀末には、兆候が現れ始めていたが、大きな変化は18世紀初頭、1703年の、 サンクトペテルブルクの建設とともに具体化する。クンストカメラ住人のほとんどが文盲という国にあって、ピョートルはロシア発の無料の新聞、ベドモス地を創設した。ラテン文字アルファベットの影響を受け、ロシア語アルファベットの改革により、キリル文字が単純化された。また、多数の学校や教育機関が創設された。カイジアカデミー、校歌学校、モスクワイ学校、 ロシア科学アカデミーに加え、ロシア発の博物館であるクンストカメラも東急殿の近くに創設された。しかしながら、ピョートルは文学と芸術には深い関心は持たなかった。アカデミーや行政一般の改革に見られるように、ピョートルは結局のところ実務的な人物であった。同様に、キリル文字で印刷された最初期の書物も、 軍事技術や手紙の書き方といった実用的な案内書であった。ピョートルの知性下では検閲が緩められた。これは本質的な変化であった。かつては極めて厳しく抑圧されていた恋愛ものが事実上許可されたのである。これらの歌は様式的な体系やイメージといった交渉の伝統とヨーロッパ女上司の新しい手法等を取り入れていた。 物語文学もまた許可された。冒険物語が出現したが、これは騎士道物語の模倣でしかなかった。物語は、大概の場合、外国の小説のロシアの文脈への本案であった。大衆的なお話の特徴も見出される。こうした作品における、主人公は積極的、勇敢、大胆であり、西洋に引き付けられているロシアの基人であることが、 一般的であった占領にとっての新しい人間の理想像である。ロシアの水兵バシリカリオツキーとフィレンツェの美しい王女イラクリアの物語がその一例である。冒険は外国で行われ無数の奇跡が起きる。水兵が主人公として選ばれていることには一定の現代性が認められる。とはいえ、18世紀は全体を通じて死が支配的であった。 アンティオコス・カンテミール、バシリー・トレジャコフスキー、ミハイル・ロモノーソフラが18世紀初頭のロシア文学の第一波を形成した。詩では、ガブリーラ、デルジャービン、3文では、ニコライ・カラムジンやアレクサンドル・ラジーシチェフ、演劇では、アレクサンドル・スマルコフや、デニス・フォンビージンらがまだ、ロシアには存在していなかった文学ジャンルをそれぞれ、開拓した。 ミハイル・ロモノーソフ18世紀には文学的な言語として古典的なロシア語と通俗的なロシア語のどちらを用いるかで激しい論争があった時期である。1743年、モスクワ大学の創始者であるミハイル・ロモノーソフは修辞学論を表し古代教会スラブ語の問題を提起した。1745年には詩人バシリー・トレジャコフスキーが 通俗語と古代教会スラブ語を設中して文学的言語を創造することを考察している。ロモノウソフが1755年にロシア文法の初版でこの解決を採用した。これはロシア語の最初の標準化であった。また、ロシア語文語は外国から数多くの専門用語を借用している。開示用語をオランダ語から、軍事用語をドイツ語から、概念的な用語をフランス語から。 思考を促すような西洋の小説が続々と、ロシア語に翻訳されるようになった。アントワーヌ・フランソワ・プレボ、マドレーヌ・ドスキュデリ、ポール・スカロン、ルサージュなどである。論争は大きく広がり、相違なる立場が出現した、保守的な立場が論争の初期では優勢であった。詩人、スマルコフは、小説を読むのは無用にして、残念な時間の損失であるとしている。 ミハイル・ヘラースコフも、また、小説を読むことから利益を引き出せることはないとしている。アベプレボなどの翻訳者であったポロチンは、ヨーロッパにおける小説は、社会的な役割を担っていると反駁した。翻訳小説の成功の拡大に伴い、ロシア小説が出現し、大きな成功を収めることになる。フェードル・エミン。20世紀初頭には、詩の領域において、象徴主義。 アクメイズム、ロシア未来派などの潮流が、次々と出現し活発な活動が見られた。この、銀の時代と呼ばれる時代に活動した詩人たちには、アンナ・オフマートバ、インノケン・ティアンネンスキー、アンドレ・ベルイ・アレクサンドル・ブローク・ワレリー、ブルー・ソフ、マリーナ・ツベター・エワ、セルゲイ・セーニン、ニコライ・クミリョフ、ダニール・ハルムス、ベリミール・フレーブニコフ、オシップ・マンデリシターム、 ウラジーミル・マヤコフスキー、ボリス・パステルナーク、ヒョードル・ソログループ、マクシミリアン・ボローシンなどがいる。この時期にはまた批評トリロンの活動も活発で、ロシア・フォルマリズムが発達した。ロシア革命の後、数多くのロシア作家たちが特にベルリン、ついでパリなどへと亡命し、それらの亡命先では、ロシア思想史のようなロシア語による文芸雑誌が数多く発行された。 1921年には、アンナ・アフマートバの夫ニコライ・クミリョフが、親肯定的な活動の都がで処刑された。しかしながら、ネップの開始とともに、多少の自由が作家に認められるようになり、亡命作家の一部は、帰国を選択した。ビクトル・シクロフスキー、アンドレイ・ベイルイ、後には、マクシム・ゴー・リキーなどである。セラピオン兄弟権力による障害や、 経済的な不安定さはあるにせよ、どうにか文学生活は再開された。セラピオン兄弟のようなグループやオベリウのような運動は小説や詩の美学を刷新しようと試みた。イルフト・ペトロフの風刺小説やユーリー・オレイシャの戦争のような若干の社会批評も市民権を獲得した。ミハイル・ショーロホフは静かなドンを発表し、 この作品によって1965年にノーベル文学賞を受賞することとなる。1930年代にヨシフ・スターリンが最高権力者となるとボリシェビキ権力によって作家に若干の自由が与えられていた時代は終わりを告げる。公式の美学が設定された社会主義リアリズムである。この文学的教場は単純なもので作家の才能を 大政の功績や成功を称賛し、公式なプロパガンダを説くのに用いるというものであった。大政は文学生活と主題の方向を政治委員アンドレ・ジダーノフに直属するソ連作家同盟を介して組織しようとした。それでも文学がゼーたしは若干の精神の自由を守り続けていた。急速に非協力的な作家たちは亡命、習慣、 強制労働などを余儀なくされていった。未来派の詩人、ウラジーミルマヤコフスキーとマリーナ、ツベター・エイワは自殺を選んだ。こうした抑圧は第二次世界大戦による極めて厳しい物質的欠乏の状況とも相まって、ロシア分断の統一性の消滅にまで至った。文芸批評や文芸理論も同じ運命をたどった。ロマー・ミア・コブソンはアメリカ合衆国へ亡命し、 ビクトル・シクロフスキーとミハイル・バフチンは沈黙した。作家の一部は、検閲を逃れるために、児童文学や、歴史的伝記のようなジャンルを隠れ見のとした。しかしながら、ミハイル・ブルガーコフ、ボリス・パステル・ナーク、アンドレイ・プラトーノフ、オシップ・マンデリ・シュターム、ユーリー・オレーシャ、イサーク・バーベリ、バシリー・グロスマンといった大半の作家たちは、死後の出版に期待したり、 サミズダートを通じて発表したりなどして、時として内密に創作活動を続けていた。ノーベル賞作家イワンブーニン、アレクサンドル・クプリーン、ウラジービル・ナボコフラ亡命作家たちは、文学で生計を立てることに成功し、創造活動の自由も確保したが、その作品を母国の読者に伝える手段はサミズダートしかなかった。アレクサンドル・ソルジェニー・チン・スターリン時代より、後のソ連では、 社会主義リアリズムが唯一の公認された文学様式であることに変わりはなかったが、サミズガートで発表する作家たちは多少自由になった。特に作家たちは創作により生計を立てられるようになり、抑圧や強制収容を以前ほどには恐れずに済むようになった。ノーベル賞作家アレクサンドル・ソルジェニーツィンやバルラーム・シャラーモフラによる グラグに関する作品もサミズダートを介して流通し始めた。ベネディクト・エロフェイエフはサミズダートを通じて出版活動を継続した。ソ連の衰退期にはノーベル賞受賞者ヨシフ・ブロツキーや小説家セルゲイ・ド・ブラートフのような亡命ロシア人たちは西側で非常に高い評価を受けたが、その作品もソ連ではサミズダートを通じてしか知られることはなかった。 反体制作家たちの作品が正式に出版されるようになったのは1980年代後半になり、ペレストロイカ政作が始まって以降であった。20世紀末には、ロシア文学は難しい局面を迎える、数十年間に及ぶソ連の社会主義によって損なわれた土壌の再生の局面である。この時期に必要とされたことが2つあった。 新しい才能の育成と発見を呼び、ロシアにおける出版史上の喪失である。出版社は成長のための資金を三流の小説を売ることで獲得した。ビクトル・ペレーヴィンやウラジー・メル・ソローキンのように頭角を表す作家はわずかであった。出版社は共産主義時代の重苦しい作品やサミズ・ダートにより知られていた作品などはほとんど出版しなかった。 ロシアの出版社にとっての金の卵は他国同様推理小説であった。ダリやドンツォバの皮肉の込められた推理小説は大成功を収めた。ドンツォバの五重に及ぶ推理小説は数百万部を売り上げヨーロッパ書語へも翻訳された。21世紀初頭にはロシア語出版の需要は質と量の双方で大きく増大した。その結果、ロシアの出版界は ロシアの悲劇四部作で知られるエドワード・ラジンスキー等の新しい文学的才能を発掘し、報酬を与えることで顧客に作品を供給しなければならないようになった。出版社と部数は増加を続けている。タチヤーナ・トルスタヤやルドミラ・ウリツカヤといった一部のロシア作家たちは今では西ヨーロッパや北アメリカでも人気となっている。 ボリスは空人の探偵小説、エラスト・ファンドーリンシリーズは、ヨーロッパや北、アメリカでも刊行されている。ロシア最大の探偵小説作家、アレクサンドラ・マリーニナも、その作品をヨーロッパで売ることに成功しており、特にドイツで大きな成功を収めている。より伝統的な文学も、地方のインテリの日々の困難と喜びの物語を書く、ペルミの作家、 ニーナ・ゴルラノバや、熟地のアイデンティティの問題を語る熟地自治官区の作家、ユーリー・ルイトヘウといった遠隔地出身の作家たちの到来によって新しい飛躍を迎えている。ドミトリー・グルホフスキーやセルゲイ・ルキアネンコといった作家は、サイエンスフィクションで成功を収め、映画化やコンピュータゲーム化もされている。ありがとうございます。